かなり寄り道をしたが、どうにかたどり着くことができたな。この子のお父さんとお母さんいるかな。あの人がお母さんみたい。うん、あの子をメアリーちゃんって言うんだね。それにしてもまっすぐに飛びついていったね。ああ、母親の方も喜んでいるようでよかったな。娘の面倒を見てくれてありがとう。だってさ、どういたしまして。メアリーちゃんもよかったね。今、なんて言ったんだ。ありがとう、エム。冒険できて楽しかったというところかな。私も楽しかったよ。あの子がニコニコしてくれて本当によかったね。そうね、お母さんたちと会えて本当に嬉しそうだったわ。うんうん、これでみんな笑顔だね。ああ、時間はかかったが、どうにか使命を果たすことができたな。ジェットコースターの前から動かなかった時はどうしようかと思ったけど、けれどあの子が連れ回してくれたおかげで思いがけずいろいろと学ぶことができたと思うよ。そんな時間、じゃあ移動しないとね。確かスマイリーエリアに集合と言っていたな。スマイリー、有名な作品だけど、あれはライリーエンターテインメントの作品だったかな。みんな早く早く早く来て、ライリーさんにいっぱいここのお話してもらおう。ちょっと待ってよ、エム。ライリーさんはいた？ああ、あのメリーゴーランドの前だな。ライリーさん。やあ、みんな、僕らのパークを楽しんでくれたかい？はい、身をもってこのパークの素晴らしさを体験することができました。そうですね、誰もが笑顔になれる。言葉にするだけであれば簡単です。ですがここはその理念が隅々まで行き渡っている。本当に素晴らしい場所だと思いました。うん、どのお客さんもみんな笑顔に慣れてたしね。それはよかった。君たちに来てもらった甲斐があったというものだよ。そうだ、僕からいろいろ話を聞きたいと言ってくれていたね。何か質問があれば。はいはいはい。おや、元気いっぱいだね。 M さん、どうぞ。私もここはみんなを笑顔にしたいって気持ちがいっぱい詰まってる場所だって思いました。きっとみんなを笑顔にするにはどうしたらいいんだろうっていっぱいいっぱい考えたんだろうなって思って、だからこうしたいって思った時、ライリーさんはどうやって形にしていったんですか？なるほど、それはなかなかいい質問だね。例えばミュージックオブジャングルのエリアを作るのはとても難しかった。あそこはもともと本物のジャングルで冒険体験ができる場所にするために
本物の熱帯雨林の木を移植しようとしていたんだ。え、本物の？ああ、お客さんたちに作品の登場人物と同じような体験をしてもらいたかったし、何より楽しんでほしかったからね。けれど、ここで予算がネックになった。熱帯植物をアメリカで維持するとなると、管理にとんでもない費用がかかるんだ。その上、メインエリアに人手を取られて、人員もあまり用意できなかった。私たちと一緒だ。ライリーさんのところでも人とかお金とか足りなかったんですか？もちろん映画による収益はそれなりにあったけど、それでも使える人間も予算も限られていたよ。だから僕らは本来理想としていた本物の密林を諦めるしかなかったんだ。それは、まあ、仕方がないですよね。でも、ただ妥協したわけじゃない。というと？まず、本物のジャングルに近づけるべく、植物学者を招いたんだ。作り物でも最大限ジャングルらしくなるようにね。彼女たちのおかげで外観はかなり本物に近づいた。あとは、人工の滝を作ったり、現地に近い匂いを調べたり、ありとあらゆる方法でジャングルを再現していったんだ。匂いを？この木は本物ではなくイミテーションのようだね。しかし、実際のジャングルにいるような気分になるのはなぜだろう。なるほど、だからか。そういったわけで、安心で安全な人工のジャングルを作り出すことに成功し、お客さんたちに満足してもらうことができたんだよ。現実と折り合いをつけながら、創意工夫で理想を追い求める。そういったやり方で、ここを作り上げていったんだよ。おや、本社から連絡が入ったようだ。すまないけれど、少し待っていてほしいな。どうしたの、エム？どうしてもないよ。どうもしないわけがなかろう。思い切り顔が沈んでいるぞ。今日は迷子の子と一緒にあちこち見ているとき、何かメモをしたり、考え込んでいるような顔をしていたしね。エム、前も言ったでしょ。何か悩んでるなら、ちゃんと言ってよね。ごめんね、みんな。隠すつもりは全然なかったんだけど。ね、すごいなって思ってたんだ。すごいって、ライリーさんが？お金や人が足りなくても、こうしたいって思う形に近づくために、一生懸命考えてて。私とは、全然違うなって。ん？どういうことだ？私、ずっとワンダーステージも、フェニックスワンダーランドも、みんなが笑顔になれる場所にできたらいいなって思ってたの。でも、みんなが来るまで、どうしたらいいのか全然わからなかったんだ。けれど、あのナイトショーのアイディアをくれたのは、M 君だよ。違うよ！あれだってずっとやれたらいいなって考えてたけど、ちゃんと形にしてくれたのはルイ君だもん。それにルイ君だけじゃないよ。ネネちゃんは歌でみんなを笑顔にできるし、司君は、司君のキラキラで、キャストのみんなの気持ちを変えてくれたでしょ？でも私はいつも、夢みたいなことばっかり。だから、お兄ちゃんたちと話してても、全然力になれなくて。M。だからね、私も、
みんなやライリーさんみたいに夢を形にできるようにならなきゃなって思ってたの。それでいろいろ考えちゃってたんだ。心配かけちゃってごめんね。そうだったんだ。夢を形にできるようにか。それは確かに必要なことではあるけれど。だが、M、お前は。待たせたで、電話は終わったよ。お！ん？どうかしたのかい？何やら真剣なムードだけれど。ああ、そうですね。ちょっと話をしていたんですが。大丈夫です。後でまたちゃんと話します。ああ、そうだな。この話は後でじっくり話すとしよう。そうかい？それならいいんだけど。実は、このエリアに来てもらったのは、君たちにぜひ見せたいものがあったからなんだ。見せたいもの？ああ、ここだよ。